笠岡港は岡山県笠岡市にある地方港湾。港湾管理者は岡山県。笠岡地区、上島外浦地区、港町地区からなる。港町地区は広島県福山市の福山港と接しており、高速法、関税法、検疫法、入国管理法、港湾運送事業法上は福山港の一部となっている。笠岡港は古くから 海上交通の要衝として栄えていた歴史ある港湾である。そのため、笠岡港といえば、一般的には、笠岡諸島への旅客船航路を持つ笠岡地区の住吉港と福越港のことを指し、さらに最競技としては住吉港のみを指す。上島外浦地区については、上島外港、港町地区については、新笠岡港と呼ばれている。現在の笠岡地区は、 良質な港町を形成し、中世には村上水軍が城を築き、行き交う船の監視にあたり、戦国時代には毛利氏が、江戸期時代には水野氏、その後は天領として幕府が共に力を注ぐ物流港であった。また、笠岡諸島や四国、コンピラへの連絡港として重要な役割を果たしてきた。 当時の港には、笠岡の港と、金の浦の港があり、両港を連絡する陸路としては、東西に抜ける、浜街道と呼ばれていた旧鴨型往来が通り、港から山間部に向けては、微中松山や成和を経て、吹屋に抜ける魚中市の道、魚道と呼ばれた旧成和往来が、旧山陽道の夜影宿に向かい、高山市東条を経て、出雲国、出雲大社に抜ける、 雲州街道と呼ばれた旧東場往来が、旧山陽道の七海地塾に向かい、貧乏府中上下を経て、岩見国、岩見銀山街道と呼ばれていた旧石州街道が、旧山陽道の高谷塾神鍋塾に向かい、陸海ともに交通の要衝として栄えた。しかし、戦後は、笠岡湾間託事業により、航路が競争となったことや、船舶の大型化により、 港の機能は衰退していく。高度経済成長に伴い、港湾機能の近代化が必要となったことから、蝉溝港と上島外港を笠岡港に編入するとともに、港町地区に新港を建設し、従来の笠岡地区は旅客船基地として、港町地区は貨物船基地として、機能を分担している。住吉高地図 JR 笠岡駅から国道2号を、 ハサミ南側に位置する港。歴史ある港で、笠岡港の本港である。笠岡市笠岡の住吉地区にあることから、住吉港呼ばれ、港からは、笠岡港笠岡諸島連絡航路として、旅客船が出ている。福越港地図上山を挟み住吉港の東側に、隣接する港。笠岡市笠岡の福越地区にあることから、福越港と呼ばれ、港からは、 福越港笠岡諸島連絡航路としてフェリーが出ている。上島外港地図笠岡湾管宅により半島となった上島の外浦に位置する港。笠岡市上島外浦にあることから上島外港と呼ばれ、また上島外浦港、外浦港、外港とも呼ばれている。漁港としての色合いが強い港ではあるものの、港からは笠岡諸島への旅客船が出ている。 新笠岡港地図笠岡湾干宅地の南西端に位置し笠岡市港町という地名が与えられた埋め立て地に隣接する貨物港。新設港であることから新笠岡港と呼ばれる。1979年から1991年にかけて県営事業として築造された。この築造に付随して福山港から笠岡市上島の寺館地区に至る海域が 春節され、航路も整備された。遠隔、編集ありがとうございます。